ブルース・ベネットは、アメリカ合衆国の俳優、陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックで銀メダルを獲得した。別名、ハーマン・ブリックス。ワシントン州タコマに生まれ、元は、ハーマン・ブリックスと名乗っていた。ワシントン大学に進学し、在学中の1926年には、アメリカンフットボールで、ローズボールに出場している。 1928年にはアムステルダムオリンピックに出場、砲丸投げの選手として銀メダルを獲得した。また、1930年には 16m04、1932年には1 6ル0 7と世界大記録を2度樹立している。1931年には MGM のトーキー映画、ルイエンジン、ターザンの主役に決定する。 しかし、ブリックスが別の映画の制作中に骨折したため、ターザン役は、ジョニー・ワイズ・ミュラーに変更された。なお、ブリックスは、この怪我のため、1932年、ロサンゼルスオリンピックにも出場することができなくなった。原作者のエドガー・ライス・バローズは、MGM のターザンに不満だった。そのため、自ら映画会社を起こし、 ブリックスを主役にした新しいシリーズを制作する。ターザンの新冒険、鉄腕、ターザンの2本がそれである。ブリックスにはターザンのイメージがついていたことから、映画プロデューサーはアクション役として起用することが多かった。そのため、コロンビア映画に移籍し、名前をブルース・ベネットに改名した。その後は、大作映画から B 級、お笑いまで。 コロンビア映画の脇役としての出演が多くなった。しかし、第二次世界大戦に出征するため、しばらく映画から離れた。1940年代から1950年代にかけて出演した映画は以下のようなものがある。1960年代になると実業家として活躍するようになる。2006年に100歳の誕生日を迎えたが、翌年に死亡した。 ありがとうございます。